こんにちは渡辺リ香です。えっ、ー、と本日も動画を見ていただきましてどうもありがとうございます。えっ、ー、と私は現在ですね沖縄県の、えー、沖縄本島の浦添市にある浦添三業パルコシティのあのテラスからあのこの動画をね撮らせていただいております。ちょっと、えー、ここ浦添西海岸バイパスが通っておりますので車の音がうるさいかもしれないんですけれども、まあそのあたりもねちょっと臨場感 あると思うので、えー、ちょっと沖縄のね感じ感じを捉えていただきながら聞いていただければあ,ありがたいんですけどまあ今日はですねあのやっぱ出版の世界本当に SNS とかねブログの利活用っていうのがめちゃくちゃ必要になってきているなっていうことをね本当にちょっとお話し,しようかなっていうふうに思います。もうほんマジで まあ、マジでっていう話してしまったんですけどあのこれから新しくビジネスや実用書の世界でなんかノウハウとかスキルとかハウツーなんかを、ね、持って本を、ね、出していきたいとか出版していきたいっていうふうに思うんであればもう絶対に、ね、SNS とかウェブメディアっていうものをちゃんと持ってこれを利活用できていないとです、ね、編集者もうーんあとは出版社の営業部 の人たちも、えー、私のところで出版をしていていいですよっていうかねそういう判断をね下せないような状況になってるんですよね。というのもやはり SNS をしっかりやっている人が本が売れちゃうっていう実績がもう出てるんですねだから何にもしてなくてただなんかあのちょっとなんか自分のアイデアを、えー、ちょっと本にするみたいな感覚では絶対もう無理で。<laughs> 本当に何かブログとか SNS とかでしっかり支持者を先にね集めていただいたりとかあのファンは先にえ確保したりとかあるいは新しいコンテンツでもしも勝負していきたいんだったらその市場をですねご自身で先に作っていただいてえそれでえとある一定の支持層っていうものを作っておいていただいてから商業出版へ。 あの乗り込んでいただくっていうかねそういうことをちょっとしていただかないとなかなかやっぱり厳しくはなっていますね正直申し上げてただだからなそういう意味では割とあの難しいところも正直あったりはするんですけれどもただねまあこれもいろいろ傾向があってただ一 一点結構売れてていいるるジャンルっていうのがあるんですよそれは何かっていうとかなり高齢層の方、えー、と70から80以上から90にかけての高齢層で、えー、もう明治大正昭和の平成令和をまあそこまではいかないか明治とかまでいかないかもしれませんけど昭和初期から平成令和とですね3世代生き抜いてその中でずっとねお仕事とかそういうのを頑張ってきて。 あの若い世代にこう伝えたいメッセージみたいなね仕事の、ね、やり方とかメッセージみたいなものを本にされることでそれで売れているっていう、まあ、そういうジャンルはありますそれいわゆるどういうことかっていうとあのもう仕事のねもう大先輩からのメッセージみたいな仕事と生き方生き様の大先輩からのメッセージみたいなものなんですよ、うん、そういう本なんですよね。例えばあの最近ですごく有名なのはあのケイリー だったかな経理に関する例えば90歳で現役の経理に関する本をねお書きになられたあの女性の方の本がすごい売れてたりとかあとは、えー、精神科医のね上医さんでやっぱ90以上の方で、えー、その方があのどのように自分のキャリアであったりとかあとやっぱ心理っていうかねう精神的なメンタルっていうのをどのように保っていくかとかあの まあ人生に対するこう若い人たちへのねこうエールを送るみたいなそういうメッセージ本みたいなのものあとはすごく有名なのは置かれた場所で咲きなさいっていうね、えー、もうあのシスターさんですね90以上のシスターさんの本であったりとかああいういわゆるおじいちゃんおばあちゃんが人生の大先輩が若者たちに <laughs> ミドル世代に働き盛りの世代にいろいろメッセージ送るっていうようなねそういう人たちは 正直、ちょっとあまり SNS がなくてもですね意外に売れていったりするんですよね。なんでかっていうとそういう人たちの本を読んでまず共感を得るっていうのが今の60から70ぐらいの1世代下の人たちそしてさらに40から50、40、30後半の人たちっていうのがあの割とそうなので SNS をガンガン使いこなしてるかっていうと既存メディアも含めてねまだまだ紙の媒体へのリスペクトであったりとかバリューっていうものを信じている人たち。 があの読書賞になりますので <laughs> えまあそういう人たちが読んでですねそれをこっからが大事なです。それを SNS でシェアしてるんですよで特に若い世代はね今の4050から下の世代っていうのはシェアしてこの本良かったってこういうおばあちゃんとかね高齢の方のね生き字引きのような生の経験とご苦労された経験とそこから導きさ出されるような 素晴らしいいメッセージは本当に心に心響くみたいなことをですねエモい言葉をどんどん並べて SNS でシェアしていくとそうなっていくことによってえベストセラーになっていくっていうのはあるんですけどやっぱりここでもすごい大事なのが SNS なんですよね。まあ Twitter であったりとか、えー、ブログであったりとか Facebook なんかあたりがそういうものを加速度的に押し上げていくようなメディアになってくるんですけれども、まあ、そういうところで。 そこに既存の新聞とかテレビとかっていうメディアがドカーンと入ってきてさらにバーンと拡大していって、えー、本が売れていってベストセラーみたいな感じになっていくんですがただそういう人たちじゃなくてやっぱり今の働き世代ですね304050ぐらいの方々がやっぱり本出していこう。 出版とかビジネスや実用書のいわゆるハウツーボーの世界で、えー、自分のスキルをなんか本にして、まあ、いろんな人に届けられたらいいなとかこういうスキルっていうものをしっかりお伝えできるといいなっていうふうに考えているんであればもう絶対に SNS とかブログとかをやってないとですねもう出版社もあの認めないっていうか <laughs> あの、まあ、実績はそれなりにあるんでしょうけどみたいなね感じでちょっと二の足を踏みやすいかなっていうふうに思いますね。はい だから修行の方なんかでもあの、まあ、専門いわゆる専門職ですね専門職の方なんかでも、えー、そういう専門職の方々っていうのもたくさんいますしねすでに本出されてて売れる本を出してる、えっと、修行とかね専門職の方々も結構いらっしゃったりするのでそういうところに新人としてやっぱり食い込んでいくためにはあの何か圧倒的なご自身のスキルやノウハウのオリジナリティがめちゃめちゃ高くあって。 でそれをな、えー、先に、ね、本にする前になんかビジネスの段階で多くの支持者を集めているか、えー、SNS との発信も抱き合わせで、ね、やっているかっていうようなところが編集、えー、者たちはすごい見てくるかなってあと出版社の営業の人たちがすごいそこら辺見てくるかなっていう,ふうに思いますね。はい、で今非常に本に本しやすい媒体って いうか本にとなって売れやすい媒体っていうのは結構インスタグラムがすごく強くなっているなっていうのが印象的です。で特に対女性向けの本ですね女性実用に関する本に関してはもうインスタグラムがすごい強いなっていうふうに思いますインスタグラムでしっかり発信をして、えー、ファンを、ね、集めてらっしゃる人っていうのは本を出したらもうあっという間に売れたりとかテレビやあの雑誌などの、ね、既存メディアに引っ張りだこっていうような状況がやっぱり生まれていると。 ツイッターに関してはツイッターもすごい社会変革 SNS になってきますので、えー、その辺でやっぱ活躍されている人も本出したら売れやすいかもしれないというのもあるしあと本になりやすい面であアとして最近ブログツールとしてはノートですねノー,トがあのノートっていうあのブログの、ね、フラプラットフォームがあるんですけれども、えー、そこがやっぱり強いかなというふうに思いますね実際にもう出版社とある意味 共同的になんですか、ね、本になりそうなコンテンツを探してるっていうようなねノー,トノートっていう会社自身が、まあ、事,業事業がのスタッフがもう本になりそうな、えー、すごい圧倒的にフォロワーとか、ねえー、話題性があるような記事とか著者とか書き手っていうのをすごい探しているようなところがありますのでもう本当にすごく SNS <laughs> とかブログの、ね、発信のやり方 えー、見せ方書き方ライティング技術、えー、ブランディング技術とかコンセプトやポジショニングっていうのをちゃんと決めて、えー、戦略的に結構やっていかないとですねあのただなんとなく書いていってはあの広がっていかないし読まれもしないかなっていうようなところが私の今の感想ですねはいということで、えー、もう本当に私の出版のコンサルのクライアントさんでもやっぱりね決まってる人はもう みんな SNS すすごいやってます、ね、<laughs> であのフォロワー数がもちろんジャンルにもねよってフォロワー数ががっつりつきやすいジャンルやテーマとあんまりつきにくいようないわゆる一定数の人にはすごく受け入れられるけどあ,のあまり汎用性はないだけど一定数のコアな層にはめちゃめちゃ響くようなテーマ持ってらっしゃる方などによって、えっと、それぞれ違うんですけれどもねやり方っていうのは違うんですけれどもただまあそういうあの 特性っていうのはあって、基本もう今出版でうまくいってる方々っていうのは、あのやっぱり SN SNS 抜きでは考えられないかなっていうふうに思いますね。っと実際にやっぱ出版した後も、ウェブメディア、ウェブの雑誌メディア、特にビジネス書とかになってくると、ダイヤモンドオンラインとか、東洋経済オンラインとか、あの日経 BP オンラインとか、なんかそういうところでの執筆依頼なんかが来るんですよ。そこでやっぱ書けないといけなないいいとし、うん うまくね PR 書籍の PR も絡めながら記事書いていくんですけどそういうところで書くライティング技術なんかもすごい必要になってくるんですよねだからその意味でも本当発信の技術っていうのはすっごい上げていかないといけないなっていうようなものは私もめちゃめちゃ感じていますそしてかつご自身のビジネスとかそういうご自身自身をやっぱり認知拡大していくためにも 今や SNS とかウェブメディア、ウェブマーケティングっていうのはもう絶対に必須かなっていうふうにね、思っておりますので、まあ、その辺のところ、まあ、集客とかね、売り上げ立てていくっていう意味ではとても大事になってきますので、その,辺のやっのライティング手法。 あるいはブランディングの立て方や見せ方みたいなものっていうのはあのかなり重要視していかないといけないかなっていうふうに考えております。はい、ということでですね、まあ、これからはちょっとプロモーション PR になるんですけれども、あのやはりねもう、もうコロナ禍もまだまだ明けないことでもありますので、やっぱりリモートでの、えー、と自,分自分発信であったりとかビジネスをやっていくための発信、えー、ライティングの技術、 えー、プロモーションの技術っていうのはすごい磨いていかないといけないんですよ。そのために今あのー、100日間ね、えー、連続して SNS やブログを投稿するそういうチャレンジのプロジェクトっていうのを私の方で運営しています。これをね、えー、やっぱり100日間連続でやるっていうことをちょっとやっていかないとですね。これがすべてのえっ、ー、と基本になるんですよね。で特に私は今後出版とかメディアの方に出ていきたいなんかえっ、ー、と 記事とかコラムを、ね、書いてい、えー、きたいっていう風に思うんであれば、なんかライティングの技術を上げていきたいっていう風に思うんであれば、これ,これをですねこのプロジェクトにぜひ、ね、ご参加いただきたいかなっていう風に思います。100日間で、えー、やっていくんですけど、毎日アップしていただいて、でそれを専用の、ね、Facebook グループページがありますので、そこにご招待して申し込みいただいて、ご入金いただいた方にはで。そしてアップしていただいたことに対して、 私がちゃんとやっぱりとメディアを見て、ですねそれでアドバイスを返していく、うん、一言になりますけど、アドバイスを返していったりするっていう作業を行っていきます。そして100日間の間に3回ほど、30分ですけど、個人のコンサルティングっていうのをつけておきますので、 そこでですね、えーと、いろんなご質問であったりとか、渡辺に話したいことなんかを自由に話していただいてです、ね、でプチアドバイスさせていただいたりというようなこともやってますので、あのー、今後、やっぱり SN SNS やブログをしっかり発信していきたいというふうに。 お思いの方そして苦手意識がある方ですね、えー、そういうのやっていきたいんだけどなんかあの発信にブロックがかかってるとか、えー、あとはあのやっぱ続かないなとかねなんかやった方がいいのは分かってるんだけど SNS とか Facebook とか Twitter とかインスタとか YouTube とかやった方がいい分かってるんですけどね、えー、そういうのがなんかうまく続かないなとかあととにかく連続して100日間やるっていうことに対して 興味のある方っていうのはあのお待ちしておりますのでちょっとプロの私と一緒にですね、えー、100日間の発信筋トレを磨いていきませんかということで、えー、概要欄はあのあ概要については概要欄の方に、えー、詳しく説明させていただいておりますのでぜひともご参加の方をお待ちしておりますで、えー、あとですね他にもあの出版であったりとか SNS のメディアに関してとか メディア周りの状況に関してとかあのビジネスのことに関してとかそういったことについては公式 LINE やメルマガなんかでもお伝えしておりますのでぜひとも、えー、ご興味あればご登録いただければと思います、えー、この動画が良かったらあのいいねおよびチャンネル登録の方よろしくお願いしますありがとうございました